はいみなさんこんにちは富代23です Mac のキーボードビューワーを上部メニュー文字変換のアイコンの中に入れておく方法を解説しますまず上部メニュー文字変換のアイコンとはここのことですここの中に入れておくということですでは早速 Mac のパソコン上部メニューの Apple アイコン リンゴマークからシステム環境設定をクリックしますシステム環境設定の中のこのキーボードをクリックしますキーボードの中のメニューバーメニューバーにキーボードビューアーとエモジビューアーの表示ここにチェックを入れますはいこれで OK です そうしますとこの中にキーボーーボドビューアーを表示ができました。ここをクリックしていただくと、はい、このように表示されていますショートカットを説明する時にここにありますようにいろんな記号で表示されててこれがキーボードのどこになるのかがなかなか分かりません、えー、タブやタブ コントロール、シフト、キャップスロック、オプション、コマンドはまあこの絵がキーボードに書いてありますからわかります。あとこのファン、これがよく書いてあります。ですから忘れたときは何かはここをクリックしてもらうとすぐ見ることができます。もう一つこれのいいところはですね、この中に絵文字と記号を表示っていうのが一緒にできました。 これも結構使います、まあ絵文字は僕はあまり使わないんですけれどもえ丸、ーま、で囲んだ数字ですとかあとはこの矢印も使いますまあ一番よく使うのは最近ではこの絵文字の中のこの国旗ですえー、僕自身ゴルフブログ をやってますので PGA ツアープロの出身国のところにこの国旗をよく表記しますやっと最近これが見つかったのでこれからブログが華やかになると思いますまあ、こういう便利な機能が追加されました僕の Mac 入門 Mac を使うならコントロールキーと コマンドキーの使い方を覚えようこれもブログで書いておりますのでこちらも URL を書いておきますので見てねありがとうございました。